ます。なんであなたが言うの。これ私全員読まないようにしてるんですよね。あかねさん、はい、ゴム取って。ゴム目に入った人だけ。もっと上。ロングの時はありましたよね。前ロングでしたよね、私、うん、切っちゃった。結構長かったよ、めっちゃ、うん、スクショタイム、スクショタイム、イエーイ。はい、1、2、3、4、5、10秒間です。6、7、8、9。鼻くそついてるってどこ。あ、これ多分鼻くそじゃなくてね、あのね、ゴムってあのこれです、これ。あのこの肌色の見えるところね、毛のこう剃るやつがあるのね。で、肌が見えすぎて鼻くそに見えてる。ネイル見せて、だってネイル見せて。これもうネイル見て。伸び伸び。半分以上もうあれよ、爪よ。ね、めちゃ顔についてた。あら、失礼しました。いいえ。え、てか TikTok 皆さん載せましたけど、見てもらってもええですか。スクショ、あれ、タイムありがとう。マジで髪取るでしょ。今ね、先輩の髪の毛をね、染めてるんだけど。染めてるのよ。足りないかも。人に興味とかありますか。人に興味しかないわ、私。どんだけ可愛いんですかって、もう自慢の後輩でございますよ。足りない、ね、全然足りない。戻った。聞こえますか？めっちゃ減ったんだけど。聞こえました。ありがとうございます。音ない。本当ですか？音ないだってよ。ないって。今？うん。嘘。本当。今？声聞こえない方手挙げてだって。声聞こえないだって。うん。なんかおかしいだってよ。声聞こえなくて。最後だって。聞こえただって。どっちやねん。あ、見て。やばいやばいやばい。マシュマロみたいに。あ、治った、よかったです。聞こえました、ありがとうございます。先輩の髪をこれ、ここ、あ、聞こえるよ。もう表面上だけ頑張って。ポケモン可愛い。ポケモン、なんじゃそれ。横顔見せてだって、ほら、マイキ横顔。真顔すぎ。横顔、足太。あ、もっと痩せますのでお許しください。さっきまでなんかちょっと壊れてました。そうだよね、胸でバグってると思ってたもん。この前はコラボありがとうございます、うん、ありがとう。バズり塾の複数人ならお泊まり OK って、何人から複数人なんですか。5人かな。相変わらず美人ですよね。嬉しいよ。友達が言ってた。鼻毛出てたよ。どこ。私のチャームポイント、鼻毛。何カップかは内緒だね。野球とサッカーどっちが好きですか。サッカーですって。アンチしたら訴えるから。かわいい。勇者勇者、ありがとうございます。広瀬すずに似てるよ。今日もんじゃ焼きの人にも言われたね。あの人結構若かったよね。若かった。1週間ご飯食べ、そう、食べれなくって、マジでずっと点滴だった。どうやったら会えますか。え、意外と会えますよ。うん、意外とどこにいますよ。私が言うなってね。下ネタ好き、まあ、嫌いじゃない。え、嫌いな人いいの下ネタ。いたまず調子の、まあ、嫌いな人もいますね。いたます、なんだ。バスケはどうですか。バスケは元彼がバスケだったね。10歳おめでとう、ありがとう。筋トレ校を投稿してほしい。最近行ってないんだよね。
ね、アヘ顔ってさっきからみんな言うらしいけど、アヘ顔ってこのこれ。あ、それね。一回流行ったじゃないですか。あはははは。そうそうそう。足のサイズ何センチですか？ 23.5。 元気ジャパンの YouTube 見てます。あ、乗ってます。え、マジで 23.5 はでかい方ですよ、私。え、私は？へぇ、25よ。だからそれはでかすぎうちの身長より 23.5 か24はでかい方ですよ、結構。あ、そっか、そうね、153だけ。うん。あ、もうその件は触れないでください。今まで何人かで知った？5人かな。つまんないですね。そうなんですね。そう。いませんね。それは申し訳ないです。とても。気合い入れる。何を？えいえい、おー。ヘアケアしてますか？ヘアケアは美容室のオイルを必ずつけてます、ね。え、25めっちゃバカにされるほど笑われてんだけど、ちょっと。25って、だって男の子でも27とかなのに。ねえ。なんでこんなでかいと思う、私。ロングにする予定。私今ね、頑張って伸ばそうと思ってて、ちょっと伸びたよ。やっぱ広瀬すずに似てる。ありがとう。今日も可愛いです、ありがとう。ハロウィンのやつめっちゃセクシーでした。あれ、ね、あ、ジュキヤのやつ。鼻でかって言われたんだけど。え、でかいよ。私高いっていうのはでかいじゃない。高い、これでかかったら鼻が高いって言うんだよもっと横に広い人お分かり。でも私のことやるのちょっとやめてくれ。巨大になる。そう、私じゃん、ちょっとやめてくんないよ、それ。それよりもっとでかい人、巨巨巨とやってるから。スクショタイム。スクショタイム、後で、はい。はい、後でですって。いつ見ても可愛し、綺麗です。葵くん、ありがとう。綺麗が一番嬉しいよね。うん。加藤ノアとコラボすれば、え、なんで加藤ノアでできたん？もう一回横顔。何を投稿？あやか？あやか？あやかって？この人はもうコメントを読まないでください。だからうち全部ちゃんとあれしてからじゃないと怒られるんで、分担して読んでます。本当に美人って。この人うるさいな。顔さらせ、顔さらせ、さらしてるじゃん。ほら、嬉しい。だって言いないしてくれて。テスト勉強しながら聞いてます、だって。頑張って。なんかさ、うち見るとさ、勇気出るって言われるんだけどさ、本当に？励ましの言葉を一言。ああ。え？待って、頑張るとかそう作るのかなと思った。全然違うの来たし。頑張れってこと。はい、よろしい。拍手。私なりに頑張った。うん、間違う。胸あるのにする。スリムとかも最強やん。それな、もっと言ってあげてください。誕生日おめでとうお願いします。私にもお願い。おめでとう。あ、過料中って書いてある。え、なんで、なんでわかったって。こんなテスト勉強一緒だって。え、今みんなテスト中か。意外とめっちゃ強くなってんの。うん。え、意外とみんなテスト期間ないの。多分頑張って。久しぶりって誰。いく、あ、いくみちゃん。いいな、かわいいかわいいってめっちゃ言われて。いいな。力こぶあれで、力こぶって何ですか。ここじゃないと。ふーん。ふーん。それさ、違った時恥かくくらいの。誕生日おめでとう。ありがとう。最初に見た時からガチ惚れ。後ろで話してる人も可愛い。可愛い。後ろじゃないです、横です。え、可愛くないですよ、めっちゃ。子供1歳になったよ。え、おめでとう。私の友達周りめっちゃ子供いるんだけど。いや、私の周りもいる。早い。熊本結構早いっすよね。早いよ、若いし。高2とか高1でみんな産むような感じ。周りの人も映ってください。あ、今髪染めてるので無理です、ごめんなさい。お断り。そう、私のね、偽アカ作られてて、みんな報告してくれてありがとう。これやっぱショートしか勝たんだってよ。でもさ、二十歳になって女優ってなるとさ、ショートよりもやっぱロングの方がいいのかな。でももう今年じゃないっけ、成人あなた方。そうで、これからが勝負だから。ほら、髪の長さベストって書かれてるよ。あ、でも結構伸びましたよね。うん、伸びた。もうちょっとこうなったから、ね、もうじゃあ切らんで伸ばすと髪。伸ばそうかなって
成人式もあるし。ああそうね、確かに。そっか、成人式か。一番最初に偽垢を教えました。だってありがとね、本当に。それボブじゃないの、ボブだね。こないだまでショートだったんだけど、顎のここら辺だったんだけど。やっぱショート派なんですね、男性って。女優業で共演した人、高畑充希ちゃんとか。したい人、した人、あ、した人、あ、したい人、したい人よ。したい人は橋本環奈ちゃんとか石原さとみさんとか。ああもうレベルが高い。そうですね、そこですね。目指して頑張って。はい、いく YouTube とか見て頑張って。ありがとう、いくみたん。ボブしか勝たん。好きな顔を例で教えてください。真っ赤に言うとアランくん。今アランくんが1位だな。へえ。ぽいね、うん、あのセイヤくんから見たらマジ似てる。鼻の高さとか、鼻の色とか、分かる。なんかあの目とか、うん、出てみたい。テレビ、体を張る番組。例えば一滴う。あ、泥に突っ込むとか。もう見たい。受け継いだろ。受け継こうかな。リアル1年前からファンです。そんな、もう1年もありがとうございます。これからもよろしくお願いします。めっちゃ思うけどさ、あの数年間、6年間とか5年間とかさ、うんうん、この今20になったばっかりの4年前から、その自分が当時始めた時から好きですっていう人ってすごくないですか。しかもね、この葵さんって人、心から応援してますで、心からで。いつもです。素晴らしい。いつも来てくれる。え、やばくないですか、うん、よくそんな4年間もう、どこにそんな私の魅力があるよって感じで。そんなことないですけども。もう本当にありがたいですよね。ジュンナ、なんかジュンナかな、これ。これからもよろしくね、マキヨって。待って、化粧水なんですか。化粧水なんですか。化粧水、私イプサ使ってるんですけど、あれは高いのでおすすめしないんですよ。そうなの、うん、5,000円とかします。あ、うん、確かに。2週間前に買っちゃったじゃん。いや違う、高いからおすすめしないよって。みんなにはまだちょっと学生とかも早いかなっていう金額が。確かに高い、うん、でもめっちゃいい。確かに本当にいい。いいけど高いね。街歩いてるとき視線とか感じますか。もう視線しか感じないですよね、うん、間違いない。胸大きいの邪魔ですか。邪魔ではないけど、高校の時とかの、何、走るとき胸ってマジで大きいちっちゃい関係なく痛くないですか。あー、わかる。わかります。もうそれがみんなあるあるなんだよね、女の子。邪魔ってなったら、あの着物とか着るときに胸がでかすぎると似合わないってよく聞くから、だからそれは嫌かなって思うけど、まあ、潰せばいいですけどね。でも女優さんとか胸大きい人とかは衣装とかちゃんと似合うようにあれ潰してるんですよ、なんかで、ね、広げて、痛そう、うん、広がっていきそう横に。ね、もう自己弁しかないよ私。やばいかも。え、みんな痩せたの、やっぱ気づいてんのかな。だって痩せたもんね。やっぱ顔痩せましたよね。うん。え、でも足も普通に細いし、そう、マジで本当に痩せたんだよ。びっくりするぐらい。こことか、うち石原さとみちゃんのここの、ここが好きだ。えらい、いいよね。あれ、いや、わかるわかるわかる。あれもう結構努力してるっぽいね。うん、してるね。やっほやっほー。結構時間経ちました。いや、え、今何分配信してる。配信し始めた頃に塗り始めたよね今。え、どんくらいだろう。でも20分。え、そのライブのとこタッチしてみて、何分。20分しか経ってない。これ本当はなんかあれしないといけないですよね。なんか包まないといけないのか。あ、ラップでね。 あれでしますね。なんかあれとは。あ、それはやばい。まさかの。え、頭良くないですか。頭いいと思う。え、でもそれってさ、吸い込まんとかな。逆に液体を、この液体。え、大丈夫でしょ。吸い込まない。いけて。
あれをあれしない。あ、高級、高級サランラップ。ここいるよ、ここ。あかねはここにいるよ。あ、でも結構色抜けたくない？ほんとだ。あ、ここ、こっちとかがやばいかも。あ、ごめんね、レナちゃん映すつもりはないんだけど。チェーン、チチェーン。ブースクーツって。ブースクーツ。千さちの虹色の戦争、あなたを殺した命の歌が僕の頭に響く。さっきこれ載せたよ、じゃんじゃん。ね、耳たぶ可愛いとか言われてるよ、マキ。ありがとう。耳たぶ可愛いってよ。よく見える、ね。耳たぶまで可愛いってどう？もう全パーツ可愛いって言われるじゃん、それ。いいな。これワンちゃん、これにこれ入れて、振ったらならないですか、ね？マチリってる。ちょっと水入れて。薄くなるかな。いや足も綺麗なんか言って。そうだよ、足めっちゃ綺麗、細いし。はや、もう見えます。ほら見て、ほら、やば。ミーノ、ちょっと実験しよう。爆発したりして。爆発とかするの？しない。さすがにしない。あ、めっちゃ泡だ。昔ジュキアのインタビュー受けてた、だって。マキ受けてました、ジュキア君。急に話しかけてきた。あの子といた時はね、名前忘れた、あの女の子。ゆうちゃん。そう、ゆうちゃん。元気？あの子。話してないです。うん。え、やばい。右手中指に惚れただって、右手中指。やばいって。どういうこと？大丈夫ですよ。面白い、マキのフォロワーさん。いや、面白いっすよ、みんな。なんか普段さ、見てる側だからさ、うんうん、こう隣にいるのがもう。おやすみなさーい、田中。この髪かわいい。大丈夫？あ、ちょっと合わなかった。お。え、なにこれ。なんでここに粉なってんの？だって。すげえ。塗ります？決めた。ごめん、ほったらかしにしてた、めちゃくちゃ。二重顎とか言わない。くそ。え、これどうやって抜くんですか？ここ上げなくね。どうやって？ちょっと、あそこだ、動かないで。え、どうやって開けんのこれ。えどうやって開けんの。押したらなら、あ、ならん。え、なんこれ、どうやって開けた。そこじゃない、そこじゃない、絶対。あ、これだ。あ、マジで言ってんの？違う違う。え？え？こっから流れんの？え、そんなわけないよ。なら下のやつ、あれじゃない？どういうこと？ここ？え？それはない。え？え、水流れないんですよね。対決方法教えてください。高校生活でやっておいた方がいいこと。それは、あのね、マジで高校って大事だよ。でも、うーん、3年間大事だよね。後になって分かるよ ね。別に勉強嫌いな人は別にしなくていいんだよ。今日誕生日なんです。仕事だってぶっちゃけね、なんか勉強できてもね、社会に出て仕事の方で頭が使えなかったら意味ないんだよ。うん、本当に。だから勉強私ってマジでしなかったけど、仕事でどれだけね、なんか社会的に頭が回るかっていうね、経済力とかね、うん、うん、本当にそれが大事になってくるから、人材ってやつね。そうね。でそれを学ぶことはね、絶対してた方がいいかも。うん、早めに。本当にもう、あとね、大学はね、私はね、正直遊びで行くとか言ったらマジで金の無駄だと思う。なんか看護師になるとか、ね、そういう資格をそう取って夢がある人はいいと思うんだけど、何もなくて探しに行こうみたいな感じの人いるけど、マジでみんなやめていくよ途中で、きつくて。私こんな髪の毛抜けたってやっぱやばいよね。いや確かに。やばいよね、最近やっぱ抜け毛なんだわ。いやマジで悩みなんよ、笑い事じゃない、マジで悩みなんよ。
高校3年生で最後にやってた方がいいこと、もう楽しむことだね。マジそれ、毎日写真撮っとく。そう、高校でしかマジで青春できないから、もうね、うん、仕事行ったらマジですね、本当に。もうね、もう思ってたことと現実は異なりますので。違うよ、本当に異なりますよね。ただただきつい。たまに社会人用語出てくるけんさ、ごめんね。花見せていった。え？異なりますので、ね、そう、たまたまね、社会人用語が出てくるのよ。今高3です。ちゃんと自分の将来を考えた方がいいかもね。毎日遊びなさい。高校時代後悔してること、え、私はないかも。なんか高校の時に、うわ、ここに来たのが間違いだったとか思った時期はあったけど、卒業してみるとね、嫌なことばっかりしかなかった、プラス学んだから、まあいっかって感じだよね。後悔はないかな。だから茜先輩とかだって保育士のためにね、高校行って大学行って、やっぱしんどかったですか、大学課題とか。しんどいね。そうね、もうしんどいね、夢があればね。そう、夢があれば、まあ、資格取るために頑張るしかないので。そうだね、もうそこは。まあ高一です、学校がつまらないのでアドバイス。つまらないでなくてね、自分で作ればいいのよ、そういう世界を。これ誰、牧野。はい、すげえ可愛いの。昨日 YouTube でいいの見つけたんだよね。なんだっけ、心が未来を作るって言ってました。いいじゃん、名言。誰これ、へいね、え、誰かわからないけど、私実は北海道来いよって言われて。誰か知らないんだけど。じゃがいも送ってください。部活は中学校の時吹奏楽部で、小学校サッカーでした。学校で自分の世界作りすぎて先生に怒られた。あんまあ、そっちのジャンルというあれですね、うんうん、でも自分の世界作ることも大事だと思う。大事。行き過ぎは良くない。はい。どうですか、イブちゃん。イブちゃん、イブちゃん、調子はいかがですか。イブ系、気持ちいいです、とても。会心の、うん、めちゃくちゃ遅くなったけど誕生日おめでとう、ありがとう。高2の時何やってもうまくいかず闇気味だったけど今は楽しんでます。あのね、本当に辛いことがあったらね、本当にその後ね、幸せしか待ってないよ。これはマジで人生そういう風に作られてます。はい、その通りでございます、はい、だって辛いことあってもいつの間にか通り越して普通に楽しんでることって結構あるでしょ。それな、そういうことよ。畑で好き、ありがとう。気持ちいい、頭マッサージ。美容室かよ、ここ。美容室の開催です。長崎いいね。コロナのせいで思ってた高校生活って、それはあれだね。え、白浜アラン君に似てるって言われた。え、誰が、嬉しい。マキが、はい、マキがパーツ、マキがね、でもなんか系統というかそのパーツが濃いじゃないですか、ね、鼻高いし、ね、うん、鼻似てるかも。でもこんなに髪の毛本当にやばくない。まあでも髪の毛染めてるから。え、今日解いたよ、ちゃんと。で、ちゃんと髪の毛抜いてきてよ。一日一日大切にね。もうね、はい、そうですね。でもね、人間ってね、数日後忘れてんだよ、その言葉を。が繰り返し繰り返し思い出して頑張ってくれ、みんな。なりたいスタイルとかありますか、きれい、アスカキララちゃん。アスカキララちゃんのスタイルはどうなってるの。マジやばい、それあれやべえ。じゃ整形してあれになるんだったらね、もうしたい。もう全部あれ、ちょっと考え。確かに。ハーフ見てありがとう。そろそろやめようかな、30分だったらやめます。好きな絵文字はあのハッハッハッってよだれ出てるやつ。あ、わかるわかるわかる、一緒一緒。好きな女優さんは、あ、そこ気持ちいい、そこ、あー、いい、広瀬すずちゃんと、今当時かゆいからめっちゃ気持ちいい、橋本環奈ちゃん、てかさ、その手袋めっちゃしにくそうじゃない？あ、強制してないよ、うん、
TikTok 見てくださいね、みんな。ここら辺違くない色。うん。今夢に向かって頑張ってます。かっこいいね。かっこいい。チョコカロネ。整形とか言わんといて。チョコカロネは笑った。チョコカロネは笑った。チョコカロネなんだもん。アスカキラーちゃん整形前の見たけどめっちゃ美人だった。マジ？昔美人みたいな。それ調べたら出てくると？出てきます出てきます。うちあっちの方も好きだったな。いい気持ちいい。ヘッドマッサージ。やめる前にお休みって言って。やばい手が痛い。いやマジで手癖。なんでこれ？これ。てか流れんよ本当に。本当に流れん。これ多分どっかでポカってしないといけないんですよね。どうやって？どうやってか。鼻くそってどうやって取ればいいんですか？指突っ込んでグリグリ。で最後に？可愛いんだけど。で最後に？ポイッ。あ。で食べる絶対学校にはいたから一人てか電車でよく見るこうしてやだマジでほんスクショして終わりまーす。どうやってスクショしよう。いやー気持ちいい。そこら辺がもうね、頭皮が気持ちいい。頭皮がやばいやばいで、遊びに入ってるでしょちょっとマジ笑い。なんかお坊さんみたいじゃないちょっと。じゃあね、あれが起きまーせーの。できないんだよね。できてるできてるできてる。じゃあ皆さん TikTok 見てください。バイバーイ。じゃあみんなバイバーイ。イエイイエイイエイ。